えー、今日のお話は、ですね、戦前の人は、ですね、まあ、祝杯をあげるとき、まあ、乾杯と言うんですけれど、これをいやさかと言っていたっていうことは本当なのかっていう、まあ、お話です。まあ、ひょっとしたらそういうふうに言っていた人がいたのかも、一部いたのかもしれないけれど、まあ、結論言うとね、まあ、全体としてはそれはまあないですねということですね。 まあまあ、ツイッターの記事見てますとね、乾杯は戦後に作られた言葉です。これは乾杯であり、まあ、負けるってことですね。完全に負けちゃうってことであり、えー、戦前まではいやさかと言っていました。GHQ は、いやさかは強力すぎるとして隠してきた。えー、いやさかとは一層栄えるという単語、万歳に近く、めでたいという意味、いやさかは言葉のパワーが。 段違いに超協力いやさかで祝杯をあげようみたいなことをまあツイートされてるんですけどね。これね、結構前からなんか頻繁に出てきますよね。乾杯じゃなくいやさかですみたいなでま、また今回ツイート見てたら、あの、乾杯はいやさかですとて乾杯と言わないでいきましょうみたいなことをまあツイートされてるんだけれど、 一瞬なんかこういう記事見ると、あ,あそうだったのかっていうふうにね、まあ、なんちゃっての人は思うのかなっていうことなんですけれど、もう多分ね、これはね、浸透指令のこととごっちゃにしてるのかなって、これ、GHQ は癒やさか、協力すぎるとして隠してきたみたいなこと書いてるでしょう。 なんか、感じ的にはこれ、江戸っ子大虐殺みたいな、あの、ことをですね、とんでも理論言ってるんじゃないのかなと思うんですけど、この GHQ が何をしたかって言うとですね、これはまあ、昭和20年、1945年,年にですね、GHQ が日本政府に対した覚書、まあ、新党指令と言われるものでして、これは事実なんですね。 国家神道の廃止、政治と宗教の徹底分離、神社神道の民間宗教としての存続などを支持したということで、まあ、戦前、まあ、これもです、ねまあ、まあ賛否両論があるんですけど、戦前は国家神道という位置づけで、まあ、神社はです、ね、日本のまあ国境であるという位置づけで、まあ、管理士さんというのは一応公務員扱いだったわけですよね。 でまあ、大学としては国立の帝国大学として、まあ、神宮工学館大学、まあ、伊勢にあった大学なんですけど、これをまあ帝国大学と位置づけて、まあ、そこで菅主さんを公務員として養成してた時代があったわけですよね。 それが、まあ、終戦、戦争に負けたことで、まあ、政治と宗教が、えー、一体不可分であるっていうのはまずいですよってことで、まあ、アメリカ政府の指示で、GHQ、戦領軍の指示で、まあ、解体された。だからその時点で、まあ、工学館大学っていうのも、神宮工学館っていうのも廃止されて、 まあ国立じゃなしに、ね、私学としてまあ再スタートしていくことになるわけですよね、だから国家,国家管理を、ですね、まあ、神社が離れたのがまあ終戦後ってことなんですけど、まあ、ここのこの多分ね、GHQ の新党司令の意味合いを多分ね、曲解してここで多分使われ、まあ、好意的に解釈すればですよ。 うん、多分ね、それを多分ねじ曲げてこういうこと書かれてるんじゃないのっていうふうに私個人としてはまあまず思いますね。じゃあまあこの人が言うには戦前に乾杯という言い方はなかったみたいなこと書かれてるんだけれど、まあ、こんな形で青春の乾杯、これ戦時中、戦前なのかな、頃の歌詞にこういうのがあるよっていうことなんですね。これ、ね、厳密に何年か調べたんですけど、これちょっとわからなかったんですね。 まあ、1930年代とかですね、まあ 30, まあ、30年代ですね、月に乾杯、これは「はい、が空になるということですね。あるいはですね、えー、乾杯の歌ということで、まあ、これも昭和,30、えー、昭和5年、えー、1930年ですね。ですので、まあ、その「はい」という字がですね、まあ、2通り、まあ、使い分けてるんですからね、いう形で。 まあ乾杯という言葉自体はまあ存在してるんですね。もう他にも辞書を引用して、乾杯という言葉はありますよという形で指摘されている方もいたんですけどね。で、まあ、この乾杯という役がどこから出てきたのかなということなんですけれど、まあ、乾杯の期限というのは基本的に日本で言い出したのは明治以降みたいですね。まあ、これは後で紹介するんですけれども。 まあ外国の人たちが乾杯するんで、まあ、これは健康にとかですね、まあ、ちょ日本語訳ですると、ですよ健康にとかそういう風な意味合いのことを、まあ、向こうの人言われるんですけども、それを和訳する際に、役者が乾杯とつけたということなんでしょうね。まあ、由来としては、ですからその日本における乾杯の由来としては、来季とかそういう古典に、その俳優を空にする、飲み干す、酒を飲み干すってことで。 まあここから多分ね造語を多分作ったんだと思いますねその時代にねでじゃあ昔の人その戦時中の人はですねギや坂と実際に言っていたのかっていう、まあ、動画をちょっと見てみましょう獅子の健康へのあくまでも健康を大事とするように。 しかし最初は「海鳥出丸中医以下靖国飛行隊の所有し内地の基地を新発戦とす竹の類は全て自退して三貫たるサイダーの参敗に有志の清く美しい心が忍ばれる門出の宴」まあ、ということでですねまあ初めの方加藤早ヤ戦闘機隊の方ではまあの健康 健康を祈るっていうふうに言われてたんで、まあ、ドイツ式の方でしょうね。プロジェット、おめでとう、健康を祝すっていうふうにまあ書かれてるんで、まあ、ドイツ式に言われたってことなんじゃないでしょうかね。だから、その、いやさかなんてことはですね、言わなかったということですね。で、まあ、あれですね、攻撃隊の出撃に際して、まあのこちら NHK のですね、えー、記録映画ではですね、乾杯と言ってるんですね。やはり、いやさかとは言ってないですね。 いやさかって言ってるのを探したんですけれど、そういったですね、動画はですね、結局見当たりませんでした。で、まあ、乾杯と日本の心っていうことで、えー、沢の鶴株式会社さんがですね、まあ、その起源について詳しくまあ解説されてるので、まあ、これを最後にちょっと紹介しようと思います。 平成16年に発足した日本酒で乾杯推進会議は平成21年1月で会員数1万9500人になりました多くの皆様の協力を得て着実に発展してきたことに感謝いたしておりますこの会議は国立民族学博物館名誉教授の石毛直すもうちょっと見方わからないですけども先生を代表としたまた会議の中核となっている 100人委員会には、秋山先生、小玉先生、哲先生など、各界の有力な先生方にご参加いただいております。そして、この会議の目指すものは、単に日本酒の復活のみ,のみではなく、日本文化のねが、えー、れ現象に、こうしての日本文化の復活、日本文化のルネッサンスなのです。 ところで、この乾杯はいつ頃から行われ、どのような経緯で現在のような形になったのでしょうか。これまで乾杯についての本格的な研究はなく、乾杯の期限や経緯については定かではありませんでした。 そこで民族学の神崎先生を中心に、紀鋭の諸先生方の協力を得て、平成17年5月に、乾杯の文化史的研究会を立ち上げ、平成19年10月に乾杯の文化史を発刊,いたし,発刊していただきました。この研究によって明らかになったことは、実に驚くべきことでした。種類あるいは霊校として、えー、言われる飲酒の霊法、 えー、儀礼は古くから存在したとされますが、少なくとも明治時代の中期までは何らかの発生をしてお酒を飲む習慣はありませんでした。ハイを飲み干す際に発生するようになったのはイギリス海軍の影響であると推測され、当初は万歳と発生したことが記されています、えー。明治時代末期から大正時代の初め頃に、 乾杯と発生して、肺、えー、を飲み干す形,式形が現れ、一般化していったと推測されます。は、種類、えー、霊庫の流れの中に乾杯の作法がありますが、そのことを表すキーワードは、何々を記念してという言葉です。えー、なぜほとんどの人が乾杯を発する前に、 何々を記念してと前置きするのでしょうか。記念してという限りは何かに祈っているに違いありません。一体誰に対して祈っているのでしょうか。昔の場合、主礼礼孔という限りは神様や、えー、仏様か、えー、ご先祖様ということになるのでしょう。 現代風に言えば人事を超えた存在ということになるのでしょう。乾杯が主礼霊孔の流れの中にあるのですから、実に乾杯は神様の存在を前提としていたのです。日本の地で日本人が乾杯を行う限り、日本の神様に祈らざるを得ませんから、日本酒で乾杯するのは至極当然のことではないでしょうか。えー、実は 飲酒の際に神の存在を前提として感謝の念を捧げるのはモンゴル、台湾の一部族、ブラジル、そしてアンデスの人々ぐらいなのです。しかも祈りの内容、ご多幸とか健康などを えー、明言すするのは日本人しかい、えー、いないようですこれは驚くべきことではないでしょうか。まあ、最後、健康などを明言するのはって、これはさっきドイツ式ではプロジットっていうのが、まあ、健康にっていう意味になるので、まあ、ちょっとどうなんですかっていうことなんですけれど、まあ、この何々を記念してっていうのは、まあ、私も昔、まあえー、神社で仕事してましたんで、えー、結婚式ですね、片目の杯とかもまあ手伝ってやってたんですけれど。 まあそういう時きに、どう言うかというと、皆様の、そのいや坂で言うとですよ、皆様のいや坂をご記念申し上げますという風な言い方をしますんですから、○まのを記念してとていうところの前置きとして、皆様のいやや坂をご記念申し上げまして、最初のえ挨拶とさせていただきます。それでは、乾杯という風な形になりますよね。言うとしたらですよ、 なので、そこの,その最後の方、あの、皆さんでその親族の人、親族片目の杯でお酒ついでですね、その時に、いやさかって神主さんが言うかということです、言うとですね、それは言わないですね。あの、神主さん、乾杯って言うんで、だから、あの、絶対にこの、絶対というか、まあ、神道人から見ても、いやさかっていうのはですね、これは、 言わないですね。多分、だから、創作の意気を出ないんじゃないのかとい、というふうに、まあ、断言はできないですけどね。まあ、当時、そういうふうなことを言う人も、あの、まあ、そういう一部いたのかもしれないけれど、これが GHQ がですね、先導してですね、戦後の占領政策の一環としてかん、 乾杯と言えと、いや、さかなんて言うなっていうふうに言ったというのは、これはもうどう考えても、ねつ造、創作っていうふうにまあ断言して私はいいんじゃないのかなというふうにまあ思いましたというお話です。でですののの結構そのツイッターっていうのは あのでたらめなことをです、ね、言いっぱなしで放置するっていう、それ,それを放置して、ですねありもしない日本伝統文化なるものをですね創作する人たちがいるんで、よくよくちょっと前妻で見た方が私、まあいいと思いますね。というお話でしたごご視聴ありがとうございました。